そういえばこの前強風で壊れた外壁の修理の人が今日来るんです。ああそうなんだ。はい、あ来ました。おはようございます。沢村工務店の沢村と申します。そうですか、工事の方よろしくお願いします。はい、じゃあ行ってくるわ。行ってらっしゃい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ作業に取り掛かりますので。ご苦労様です。だいぶ手間かかりそうですか？あ、そうですね、壁を張り替えて塗装したとしても3、4日で仕上がると思います。そうですか。夫の見立てでは1週間ぐらいかかるかもって言ってたので、思ったより早くできそうでよかったです。綺麗な家ですもんね。壊れてるところがあると目立つんで早めに直します。ありがとうございます。夫の知人からすごく腕のいい大工さんがいるって聞いてたので、沢村さんにお願いして本当によかったです。あ、いえいえとんでもないです。じゃあ私中にいるんで何かあったら言ってくださいね。わかりました。はい、そろそろ休憩時間かなって。よかったら中でお茶でもどうですか？よろしいんですか？はい、どうぞ。どうぞ。あ、すいません。あ、おかけになってください。じゃあ、いただきます。
どうぞ。ご主人さんと仲いいんですね。結婚してもう5年経つんですけど、お互い空気みたいな感じになっちゃって。そうなんですか。でも仲は悪くないですよ。休日の日には一緒にお出かけもするし。あ、沢村さんって社長さんなんですか？さっき沢村工務店っておっしゃってたんで。ああ、いやいや、まだ親父の天下なんですよ。でもその後を継いで一本立ちするんでしょ？すごいな、若いのに。あ、いや、大したことないです。そんな。もそうなんですか。僕修理に戻ります。あ、すみません。ごちそうさまでした。そういえば修理の方どうだ？ 3、4日でできるって。あ、そんなに早く？沢村工務店優秀だな。そうなのよ。なのに沢村さんたら謙遜しちゃって、僕なんてまだまだなんですとか言っちゃっておかしくって。若いのに謙遜なんていいことじゃないか。そうね。ねえ、あなた。うん、どうした？私たちもう随分してないよね。そうだっけ。そうかな。疲れて眠いから先寝るわ。あずみ、
ですか、工事の具合は。今最後の片付けは終わりまして、もう引き上げるところです。そうですか、ご苦労様でした。予想より早く仕上げていただいて助かりました。いや、こちらこそありがとうございました。では私の方で。ただいま。